見ましょうね。最近クソ暑いな。夏休みだしどっか遊び来てけど、この暑さじゃきついよな。ほんとそうっすよね。海行って泳いだり、山行って登山したりしたいっすけど、この暑さじゃね。なんかいい遊びとかそういうのないっすかね。よし、行け。いいぞ。おいぼっち、お前最近ずっとスマホゲームやってるけど、それ何やってんだ。ああ、これですか。これは原神っていうゲームですよ。原神？ええ、まさか皆さん知らないんですか。いや、聞いたことねえな。ああ、ナンセンスですね。どんなゲームなんだよ。原神はですね、オープンワールドの世界でプレイヤーは岩を登ったり、海を泳いだり、空を滑空できたりするんですよ。なんだそれ、すげえな。それに原神はスマホだけじゃなくて PC や PS4、PS5 でもできますからね。マジかよ、スマホ以外でもできるのかよ。まあでも所詮ゲームだ、大したことねえだろ。マツくん、甘いです。はあ？ストーリーの中でユニークなキャラクターがいっぱいいて、常に様々なストーリーがいっぱいあって全く飽きないんですよ。確かにそれは面白そうだ。どんなキャラクターがいるんだ。例えばこれ、風の主人公。おいしょー、何ですかこの子は、可愛いだけますね。それに最新バージョンではキャラクターがクライミング、サーフィン、パラグライダーまでできるようになったんですよ。ラオウスキ、他には。うん、どうぞゆっくり見てください。うわぁ、すごいぞ、この子も可愛い。あ、これも可愛い。はぁ、いっぱいキャラクターがいるんだな。マツさん、急にどうしたんだ。皆さん、僕が説明するよりもやってみた方が早いと思いますよ。確かにそうだな、ダウンロードしてみるか。早速俺たちもダウンロードしてやってみようぜ。はい。すごいな。いやー、原神面白すぎるな。これならわざわざ出かけなくても俺らがやりたかったこと全部原神でできちゃいますね。ああ、ぼっち、教えてくれてありがとうな。ありがとうな。ああ、いえいえ、僕も皆さんがやってくれて嬉しいですよ。これ、ワープとか空中でジャンプとかもできるんだな。現実でもワープできたら喧嘩も最強なんだけどな。バカだなお前たち、そういうのは非現実的だからいいってもんだろ。おい、お前らいつまで学校にいるつもりだ。ああ、すいません、もう少しだけいいっすか。バカかお前ら、もう夜の10時だぞ、さっさと家に帰れ。もうそんな時間だったの。正直俺の方が驚いてるよ。とにかくもう遅いんだから家に帰れ。はい。明日は絶対に遅刻するなよ。お前らは出席日数、遅刻回数的にももう余裕がないんだからな。よっしゃー、このゲーム俺やな。あ、やっべ、もうこんな時間だ。明日寝坊しないように早く寝ないと。やべえ、遅刻だ、急がねえと。
やべえ、絶対間に合わねえ。小島に絶対遅刻するなって言われたのに、やばい。くそ、くそ、くそ。あれ、びっくりした。急に移動したんだよ。え、学校。あれ、お前さっきまでいなかったよな。いつの間に来たんだ。俺さっきまで外にいたような。どうしたんですか、リオ君。なんかあったんですか。いや、なんでもない。よし、ホームルーム始めるぞ。よし、全員揃ってるな。なんだ、どういうことなんだ。俺は確実に遅刻してたはずなのに、急に教室に。まさかワープしたの。おい、ホームルーム中だぞ。死後は慎め。すいません。本当なんですって、本当にワープしたんですよ。お前バカか、ワープなんてできるわけねえだろ。ゲームのやりすぎで頭おかしくなったんか。そうですよ、現実的にワープなんてできるわけないじゃないですか。原神じゃあるまいし。あぶねえ、おかしいよ、おかしいぞ、おかしいよ。本当なんだって。もういい時間だし、そろそろ寝るか。よし。お前、なんで俺ん家にいんだよ。おはようじゃねえよ。何してんだよ。何って、寝てたんだよ。そんなん分かってんだよ。なんで俺の家にいんだよ。てか、どうやって入ったんだよ。ああ、ワープだよ。まだねこと言ってんのかい。ほら、ボケろ。別に寝言じゃないよ、事実だよ。はぁ、あ、てめえ、いい加減にしろよ。なんだ今の素早い動きは。そんな怒んなよ、別にいいだろ。この季節は蚊がいっぱいいてよ、もうかゆくてかゆくて外で寝てらんねんだよ。そんなん知るかよ、勝手に入ってくんねん。友達なのにケチくさいな。お前が言うね。そろそろ学校の時間だね、行かないと。は、待てよ。じゃあまた学校でね。何がどうなってんだよ。信じてください、本当だったんですよ。あつた、お前熱でもあんじゃねえのか。目の前で本当に寮が消えたんですって。まあ仮にそれが本当だったとしても、肝心の寮君がいませんからね。俺のこと呼んだ。ああああ
お前いつの間にさっきまでいなかったよな。ワープだって亮君。だからそんなあるわけないじゃないですか。これで分かった。なんだ今の。この俺が反応すらできなかったぞ。いや、てめえぼっちのこと急に殴って何してんだよ。君たちが俺のこの能力を信じないから見せたまでだよ。ああ、だからってぼっちを殴る必要はねえだろ。おい、松本、口の聞き方に気をつけろ。てめえ松さんに向かってなんて口の聞き方してんだよ。この能力を身につけた今、俺は怖いものなんてない。たとえそれが今まで慕っていた極悪不良の松本でもな。今まで君たちに俺は数々の存在の扱いを受けてきたよな。覚えてるか。それはお前が裏切ったりしたからだろ。なら下克上をしよう。不良は力こそ正義。勝った方が正義だよな。極悪不良の松本くん。てめえ調子乗りやがって。松さん、ここは俺にやらせてください。松田、こいつは確かに友達ですが、因縁も数えきれないくらいあるんで。もし俺がこいつに負けるようなことになったら、おい、どっちだ、逃げるぞ。大丈夫だよ。笑わせるなよ。今の俺にお前が勝てるわけないだろ。手加減しねえぞ。望むところだ。どこ見てんだよ、アツタ。弱かったな。俺にパンチ一回も当てられないと。よくも熱田をやってくれたな。やっと来たか。俺がこの手でてめえをぶっ飛ばしてやる。
ついに憧れの存在を超えて今日から俺が極悪不良だ！このくらいするトップで俺がめっちゃいい。ああやべえ遅刻だ、急がねえと。やべえ、絶対間に合わねえ。小島に絶対遅刻するなって言われたのに、やばい。くそ、くそ、くそ。てめえ昨日遅刻するなって言っただろ。すいませんでした。でも本当はワープして間に合ったんですよ。あ？お前は何をほざいてるんだ。まだ夢でも見てるつもりか。そんなワープなんてできるわけねえだろ。原神じゃないしや。ゲームのやりすぎですよ。ダウンロードリンクは概要欄に貼ってあるよ。